このビデオでは継続課金の設定方法についてお話しします。まず左側のメニューを見ていただきたいんですけれども、こちらから WP デジプロ、そしてアドニューへ行きます。この新規商品の追加についてはですね、最初のビデオでお話をしていると思いますので、詳しくはそちらをご覧ください。スクロールダウンをしていきますと、プライスセッティングというところがあります。こちら右側の逆三角をクリックします。現在ですね、ワンタイムペイメント、ワンショットの支払いということで選択されております。そしてこちらに金額を入れると、継続課金にする場合はですね、プルダウンメニューを開いてですね、リカーイングというのを選びます。そうするとですね、入力項目がですね、いくつか出てくるんですけれども、例えばですね、月額会費1000円、30日ごとに1000円だよと。そして、終わりのない、永続、パーペチュアルのクラブだよと言った場合、初回1000円。そして、こちらですね、30日ですね、デイとなっております。その他、ウィーク、週、マンス、月、イヤー、年、このように選ぶことができるんですけれども、30日前に1000円の会費だよと。そしてですね、初回の1回目の会費が支払われた後、会費はいくらですかと聞いてきますので、同じく1000円と入れます。そしてですね、合計の支払いサイクルっていうのはですね、0を入れておきます。0を入れるとですね、もう永続だよということになります。この初回の会費と2回目以降の会費を入れるところがあることでですね、お気づきのことだと思うんですが、例えば初回は500円でいいよと、そして30日後からは1000円だよということもできます。ただしですね、例えば7日間500円だよ、そしてその後は30日ごとに1000円だよというようなことはできません。この継続課金のですね、期間っていうものは1種類しか設定することができませんので、ちょっとですね、ペイパルのダッシュボードから設定する課金のオプションとは異なると思います。もう一度繰り返しますけれども、リカーイングを選択をすると、そしてこのバージョンを無視してください。ファーストイニシャルプライスですね、こちら最初の課金金額を入れてもらいます。そして次に課金の期間、ピリオドですね、こちらを選んでいただきます。この三角でですね、数字を変更することもできますし、こちらドラッグしてですね、ダイレクトに日にちを入れることもできます。そしてプライスアフターファーストペイメント、最初の第1回目の支払い後の金額ですね、継続課金の金額はいくらなのと、それを入れます。最初から1000円の場合には1000円、1000円と2回入れることになりますけれども、このようになります。そしてトータルビリングサイクルですね、こちらを0にするとストップしません。あなた、もしくはお客さんが継続課金のキャンセルをするまで終わりません。例えば5回払いでこれ終わりだよと言った場合には5と入れていただきます。こうすることによってですね、初回を含めた全5回で、継続課金が終わるということになります。もう極めてですね、シンプルになりますが、一つだけですね、覚えておいてください。継続課金にする場合にはですね、セッティングのところで、決済サービスを選ぶんですけれども、ペイパルのスタンダードを選択していると継続課金はできません。ペイパルスタンダードというのはセッティングの説明のところでよくご覧いただきたいんですけれども、単純にペイパルの電子メールアドレスを入力して設定する方法です。そしてですね、ペイパルの API というのは、ペイパルにログインして API の情報ですね、こちらをコピペしてですね、設定をしていただくと。API にしなければですね、この継続課金ができないことだけは覚えてください。API のですね、情報の入手方法に関しましては別のビデオで説明しておりますので、そちらをご覧ください。はい、ありがとうございました。